新淵橋は長野県のあずさ川で国道158号線が松本市畑前淵と安住大野田を結ぶ部分にかかる橋である。島野川河口まで302キロメートルである。あずさ川が山の間を流れてきて松本盆地の平野部に入る部分にある橋といえる。この橋のあたりからあずさ川の両側の眺望が開け始め、 1> 約1キロメートル下流の新島駅を過ぎると一気に両岸の山が遠くなる。あずさ川の川幅がこの辺りでは唯一境外になった部分に架けられている。橋から水面までは深い。橋が初めて架けられたのは1869年で、直近では1996年に架け替えられている。現在の橋は上路単純トラス橋という形式の構成で、福音5.5メートル。 長さ68.3メートルである。この橋ので、とで、1949年に、上高地以外での化粧やなぎの生育が、初めて発見された。橋のプレート表示は、新淵橋と略字が使われているが、行政的にも、新淵橋と政治を使うことが多い。橋の安曇川の田元に、1869年に、この橋を架けるために拠金、尽力した。 両岸村々の有志の人々の名前を刻んだ聖徳碑が建てられている。そこに佳境に至る次の歴史が刻まれている。ただし、長和村氏はこの通年使用可能な新淵橋の仮設を1870年と大野田島島橋場に人力車が往来できるようになったのは1878年としている。あずさ川を挟んで、ちくま、 安住両軍の増水時の交通は、上流の増水橋のみに長く頼っていた。河橋の願いも班長によりがって京都されて、帰り見られずに元橋とされず、滑水期に川幅を狭め冬橋が架けられ、飛騨街道の王冠もこれを越えた。しかし、春の放水期に、また対岸の飛騨道に移り、これを、夏道と呼んだ。天正9年11月の戦いを書いた軍記にも、 大野田夏道の言葉が見える。しかし、明治2年に、尖閣有志多数の協力で元橋を完成し、橋永続校を発起した。これにより、明治13年に県による、掛け替えまで維持した。橋の名は、当初流淵橋とされ、後新淵橋と改められた。ありがとうございます。